いやー、小山さんホームランおめでとうございます。ありがとうございます。藤波さんに勝ちがつかなくてちょっと残念でしたけど、で、あの、私個人的にはですね、外国人選手よりも、あの、島田さんとか中谷さんとか江越さんスタメンで使っていただいてもいいんじゃないかなと思っております。はい、そして藤波投手、まあ、勝ちは、ね、あのつかなかったんですけれども、昨日どんなピッチングでした、山田さん。いや、藤波はね、今勝ち星よりも内容だから、内容昨日はまずまずだね、まずまず、まあ、失点してないんだから、それはまずまずと言うざるを得ないよ、ね、フォアボールが途中出て、ね、心配したんですけど、まあ、それぐらいはご愛嬌で、ただ、最近、はい、右バッターにこう抜けるボールが少なくなってきたでしょ。そうですね、そうですね、ね、だから思い切って腕振れてるからいいボールに、左バッターの時にちょっとあったぐらいで、左バッターいくらでも行っていい、いくらでも行っていい、はい、まあ、あの、投げてる表情なんかも非常にね、あの、気持ちいい表情に見えましたけれども、ちょっと表情出しすぎじゃないの。あ、出しすぎもよし、もっとポーカーフェイスの、ポーカーフェイス、なるほど、なるほど、しょっちゅうほらフォームがこうだとかやってるじゃない。 あれあんま良くない。あ、なるほどね。であと1試合ね、投げる可能性があるわけなんですけれども、うんうん、残り4試合か、まあ、藤浪投手に対してですね、提言をいただいておりますので、こちらです。オフも休むな。もう今年のオフはね、藤浪はね、うん、せっかく今いいものが出始めてる、はい、これで休んだら、うん、今までとまた同じ風になってしまうから、今年はもう、今年から来年にかけてこの何ヶ月間野球のことばっかり考えてみたらどう。それでやれるならどこでも、あの、出かけていくっていうね、そのくらいの気持ちでオフを過ごしてほしいなと思うね。いや、かわいそうですな。どうして。いや、どうして。遊びたいでしょう、終わったらやっぱり。1年か2年は我慢しなはれ。あ、そうですか。藤波さん、じゃあ頑張ってください、さあ、そして昨日はね、サヨナラホームランという形で決着しましたけれども、ようやっと出ましたよね、19試合ぶりのホームラン。どうでしたか。ようやっと出たっていう、今年の大山の成績見てくださいよ、はい、27本、3割近い、80打点超えた、何が文句あるの。いや、文句はないですよ。文句はないですけど、せっかくのチャンスだからタイトル取ってほしいなって、タイトルは来年でよろしい。ああ、そうですか。なるほど、2で取ったっていかん、優勝で取る。あ、なるほどね、チームが優勝して、じゃあ来年全部ホームランも打点も優勝もみんな、なるほど。じゃあ今年は巨人にやってもいいですか。まあ、それもな、もうちょっと何なんですか。え、なんか一つぐらいはな、そうでしょ、そうでしょ、ホームランを取ってほしいです。一つぐらいはね、2本差ということになりましたので、チャンスが出てきた、まだまだチャンスはありますので頑張ってください、はい、さあ、そしてタイトルといえばオリックスにもね、注目が集まっておりまして、正隆君はもう決まりみたいなもんでしょ。打率はもう決まり、首位打者は決まり、よかった。もう柳田はよう追い越せない、試合数からいってね、はい、そして山本由伸投手なんですけれども、防御率、はい、昨日ね、千賀投手がいいピッチングして抜かれてしまったと。私はね、てっきりもう山本由伸自分が取ると思ってたんで、これ抜かれたのに今びっくりしてね、今日、はい、現在ね、コンディションを整えるために二軍調整中なんですけどね。じゃあ逆転できないこと。いやいや、ひょっとしてもう一回登録して投げる可能性も出てきたね。3イニング投げれば0点だったら逆転できる。3イニング投げればいいね、はい、じゃあいけるでしょう、まあ、頑張ってほしい。取れるなら取った方がいい。千賀さんはもう投げないのかな。投げない、投げない、もうない、もうない、まあ、日本シリーズもありますしね、はい、ということなんでしょう。で、三振の数もね、ちょうど並んでるんですよ。なので一つでも取ればという。なるほど、じゃあ3イニング投げて三振ちょっと取ったやタイトルもらって一つでいい、一つでいい、やっぱりタイトル欲しいですもんね。タイトルはいいよ、タイトルって本当に気持ちオフの過ごし山田さん、行さん取ってるオフの過ごし方が全然違うもん。あ、じゃあぜひ取ってほしいですね。そして気になるタイトルもう一つあるんです、こちら、はいはい、沢村賞というね、あの、この今年一番良かったピッチャーに与えられる賞ですけど、これはもう大野さんでしょう、防御率で。これね、実は山田さんが選考委員に入ってるんですよ。え、山田さんの鶴の一声で決まるんですか。これ、その可能性あります。このね、森さん、沢村賞というのはですね、実はね、決まるまでね、言えないんです。わざわざマスクだから。だって菅野さんは打線に助けられてるところが多いから。そういうことは関係ないんです。沢村氏は。沢村氏は全く関係ない。いや、だっていっぱい完投もしてるし、完封もしてるし。あのね、項目が5つぐらいあるんですよ、これね。うわ、難しいな、これどっちになるのか。防御率でね、いい大野さんにすべき。私はどっち選ぶって今言いたいんです、本当は。山田さんは言いたいけど言えないという。ダメなんです。いうことだそうです。お天気の後、山田さんにお願いしますか。はい。